事業計画書はどう作成するのなんですけども、そもそもなんで事業計画書って必要かっていうと、資金調達のために必要なんですよね。資金調達、銀行が融資する上でですね、事業計画書をもとにですね判断していきますので、この借り入れが妥当なのかどうかとか、これは返済できるものなのかとかっていう参考になっていきますので、まあそれによって金利もね若干変動していきます。事業計画書の作り方なんですけど、まず売上のね見積もりを出して、まあ大体これぐらい売り上がりますねっていう、あとまあそれのどれぐらいのペースでこういう風に積み上がっていきますねとかっていうのを出したりとか、まあ、初期費用、土地代がいくらだよとか、テナント代がこれだよとか、建物建てるのに内装費用これぐらいですよとか、あ、レントゲンこれ買いたい、マイクロも買いたい、でそれのまあソータルの見積もりで、毎月の支出ですね、従業員何人雇いますかとか、じゃあ返済予定もあったりもしますし、家賃とかもねありますから、そういう支出関係ですね。あとまあ資金繰り表ですね、じゃあこれぐらい入ってきてこれぐらい返しますっていう、で最終的には何年ぐらいで返済できますよとか、あと開業までのスケジュールですね、家お金借りて開業するまでのスケジュールもね必要になってきます。でそれによってお金がどのタイミングでいくらぐらい必要なのかっていうのも見えてくるんですよ。特に内装とか初めの着手金、途中のお金、最後出来上がった時のお金とか、3回ぐらいに分かれることが多いので、そこもね大事になってきます。でポイントはですね、売上や増刊は厳しめに作成してください。売上や増刊は厳しめに作成してください。何でしょう、理想的にもう、1ヶ月目から初心は100人来て、もう半年後にはレセプト600枚超えてみたいなっていうあんまあまのやつではなくてですね、ちょっと厳しめに、まあ、初めは初心30人しか来なくて月ね、そっから着実に上がっていきますみたいな感じで作っていった方がいいですね。ただですね、厳しめに作りすぎて、じゃあこれが貸す必要ないなみたいなのがあるので、まあ、厳しめには作るけど、ちゃんと融資額は下りるぐらいの経営計画で出した方がいいですね。で融資額は多めに見積もることですね。融資額って初めにじゃあ6000万借りますって言って、5000万に減らすことって可能なんですよ。可能なんです。ただ6000万を7000万に増やすことってめちゃくちゃ難しいんです。だから融資額は基本的に多めに見積もってください。でそこは材料屋さんとかも相談してくれます。ちょっと初めはまあ多めに買うようにしましょうって、後で減らしてね融資額を減らすことは可能なので、初めからもう多めに見積もることが大事ですね。あと見直しは随時行った方がいいです。見直しはね将来予測に関わっていくので、で、まあ、理想を言えば自分でね事業計画書っていうのを作った方がいいんですけど、まあ、業者にお願いしてる方がほとんどです。やっぱり勤務医しながら治療しながらね、でセミナー行きながら開業準備しながら、じゃあ事業計画書作るのっていうと、作ってる人は僕はほぼ見たことなくて業者さんにお願いしてる方がほとんどですね。ただ、作ってもらったらもらったでですね、根拠とかもちゃんと確認したりとか、私はこう考えてるんで、数字を動かしてもらうことは絶対必要ですけどね。はい、作ってもらったとしても無責任にそれを信じたりとか、無責任にするのは良くないんで、はい、確認などは必要です。